こんにちは、アニマルタイガーです。そしてこちらお隣にいらっしゃるのがベンガルキャット専門のブリーダー、日本一のベンガルキャットブリーダーのにゃんこ先生でございます。よろしくお願いします。やっぱりーんはい、ということでですね、僕初めてなんですけども、猫の繁殖場にやってきました。そしてですね、ここはベンガルキャットのみを繁殖されているということでですね、早速施設の方も見させていただきたいなと思うんですけども、いや本当にすごいのでね、今回の動画ぜひ皆さん、楽しみに見ていってください。うわうわ、子だくさんですねすごい、5匹もいる。1回でこれだけ。そうです。すっげえかわいいこれやばいっすね。へぇ、すごい、かわいい。大体、まあ、お肉食べてるな、食べるなってから、はい、出生率も上がりました。あ、ご飯とかすごい、じゃあこだわられて。そうですね、もう生肉とドライフード混ぜて。へぇ、病気しないです。あ、そうなんですか。はい、やっぱり市販のって良くないんです。まあやっぱり加工食品ですからね。僕らが毎日ウインナーとかハンバーグ食べてるのも、あ、なるほどなるほど。火が入ってると。やっぱもともと生肉を食べる動物なので、はい。生肉で言うとこれは鶏です。あ、鶏なんです。鶏がやっぱり一番安定して入るし。はいはいはい。まあ爬虫類のね、飼われてる方だったら別にこのマウスとか、はい、ね、いや揚げても多分食べると思うんですよ。でもやっぱり普通の人はね、なかなかね。うん。いや、めちゃめちゃ可愛い。この辺の子たちはどんぐらいなんですか、生後は。まあ、1ヶ月、1月28なんで。あ、そうなんだ。まあ、2月、3月、もうちょっとですかね。今月の28日で2ヶ月。2ヶ月、はい、うーわー、可愛い。ベンガルはお顔はお値段入ってないんですよ。あ、そうなんですか。はい、もうお顔はね、やっぱり皆さんお好みがあるんで。あー、確かに。僕らが、え、この子大丈夫かなっていう子が一番に売れたりするんですよ。へー、はい、あ、そういうことですね。そうそう、逆に癖がある方が。そうそう、とかね。だから全然わかんないんですよ、誰が先に売れるか。だからお顔はもう値段に入れないんです。柄だったり、毛の柔らかさだったり、短さだったり。あ、ごめん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 。この子は1ヶ月ちょっとです。そうですね。いやー、かわいいちょっとごめんごめん、奥さんに交渉して、これベンガルありですね。うん、ちょっとこいでしょ。あれします、二人でベンガルめっちゃかわいいもんな。こっちはもうすぐ売れた。こっちはちょっと高いんですよ、シルバーは。あ、そうなんですね。はい、でもシルバー知らなかったですね。はい、そう、めっちゃ綺麗。めっちゃかわいい、きれい。どう？うーわ、きれい。顔もかわいいです。かわいい美人さん、女の子。うーわめっちゃめちゃかわいいちなみに高い子だとこのぐらいになる。いや、でもうちはもうそんなに。普通はうち、昔は50万とかしてたんですけど、40万とか。へぇ、高い子。あの子でも40万ですか。あ、そうなんですね。はい、普通のペットショップだったら、普通のなんか柄がちょっとしか見えない子が40万、50万するじゃないですか。でもこの子も12万とか14万と出た子たちもこのお母さんぐらいの柄にはなるから。まあ親に似た子が生まれるんですよ、ね。はい、ちゃんとロゼットを。そうそう、はい、みんなほぼあれですか。ブラウンスポット。ブラウンスポット。ブラウンスポットで質問してます。うわ、ふわ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 めっちゃかわいいいやあ、かわいいね。嫌がってる。メラニースティックの子はこの子だけですか。まあまあ他にもいます。あ、いるんです。はい、すごい。うわー、ちっちゃい。この子で生後どんぐらいなんですか。じゃあ2ヶ月ぐらいです。かわいい。すごい。超かわいい。
やっぱ生き物飼ってる人ってこうご飯をあげてる時がですね。僕はもうご飯あげてる時が一番好きですね。はいはいはい、わかるわかる。手が使えないから一生懸命こう食べるの。かわいい。この辺の子たちがあれ今ホームページ出てるの。親離れして、そうそうそう、一番若い子たち。そうそうそう。へえー。かわいい。かわいいですね。かわいいですね。あれはすごい。そこが2階のお父さんとお母さん。あ、お母さん。2階入ってるところはお父さん。体の大きいのはお父さん。はい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 。あ、オスのが大きいんですか。そうなんですよ。あの、交配してるところですね。へぇ、すごい。これ、お父さんとお母さんだけで何頭いるんですか。あんま食べたことないんですけど、はいはいはい、学校にいるから200ぐらいなんですよ。学校にいるから200。まあ、してるんですけど、この子なんか黒いですね。これはシルバーのスモークなんですよ。柄見えるでしょ。はいはいはい、はい、これはだから、これはずっとこのかっこいい、かっこいいでしょ。シルバースモークはかっこいい。はいはいはい、黒表見たでしょ。メラニとは違うんですね。シルバーのスモーク。おお、すげえ、かっちょいい、個性があるんですよ。シルバーのすごい、なんかキングチーターみたいな。よくしますね。かっこいい。男の子です、ね。はいはいはい。だいたい前に出てるのは男の子。ああ。男の子が守るってことなんですか。違うね、男の子の方が人懐っこいに前に出てくる。ああ、そういうことなんですよね。うわあ、この子もなんかすごい。まあ、ここもブラウンのマーク。あ、ええー。まあ、わかんない。かっこいいなぁ。またマーブルはマーブルですごい魅力的な。おすごい。俺が聞いてこう慣れてるってすごいですね。うん、顔この子そうですよ。かわいい、女の子。あ、女の子。かわいいね。この可愛いの。2頭いるんですか。え、やる。かわいい。はい。部屋を2つ使ってるんです。怒ってる。怖がりなんですよね。うん、お預かりしてるってことはお返しするんです。そうそうそう。へぇ、ね、サーバルかっこいいな。預かるために特定取られたんですか。そうそうそう。へぇ、でも福岡にもうち、サーバルとカラカルがいるんです。あ、カラカルいるんですか。はい、それもちゃんと特定取ってますよ。ちょっと子供のね、顔を見させてもらってたんですけど、この子は好みですね、僕。かわいい、かわいい。ちなみに値段も聞いてみてください。この子でいくらになりますかね。いくらだったかな。14万ぐらいなんですか。14。え、これ言っちゃっていいんですか。あ、全然いいです。安っ。多分ですよ。ちょっともう覚えてないです。ホームページ見ながら。めっちゃかわいい。いや、でもロゼットはもうちょっと高かったから。遅いな、16万でした。16。それでも安いですよ。安っ。1月5日までクリーン。ああ、かわいい。これですね、ホームページに載ってるんですね。で、こう顔が、模様も載ってますからね。そうですね。いやー、かわいい。で、この。これはね、手羽先の先だけ。え？手羽先の先だけの差なんですか。手羽端ってやつ。これは小さくこう二度引きしたやつです。これカルシウム取れます。はいはいはい。これとあとお肉の部分が胸とささみ初砂肝を妊娠したやつです。これですね。これが胸ささみ初砂肝。おこれトカゲも食いそうです。あ、これ絶対食ったぞ。肉なんで。全然大好きです。何も入ってないです。一日でこれだけ。そうですね。これが一日分。あー、すごいわ。なかなかの量。だって3キロぐらいあるんで、1、2、3、3、24、30キロぐらいですかね。これドリップです。あ、ドリップ、はい、血液と体液。はいはいはい。で、取ってます。で、全部、あと混ぜ込みます。へぇ、やっぱ試合も必要。そうそうです。これがもう一番栄養がありますよ。へぇ、で、子猫用のは二度引きしたやつですね。
はい、これを二度引き、これを二度引きしたのまで、はい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 、これにたっぷり朝と晩飲みました。なるほど。はい、ということでいかがだったでしょうか。もう想像を超えるすごさだったんじゃないかなと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回ね、見学させていただきましたこちらね、リアルキャットさんなんですけども、ホームページと、インスタ、それから YouTube もねありますので、概要欄の方に貼っとくので、ぜひ気になった方は、気になる猫ちゃんいた方はぜひね、調べてみてください。よろしくお願いします。お願いします。他なんかありますか、最後に。大丈夫ですか。いいですか、はい、すごいね、可愛い猫ちゃんたくさんいるので、ぜひよろしくお願いします。あ、思い出しました。はい、にゃんぱらりーん。それそれですね。それは最後ない。じゃあそれ最後に使わせてもらということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。ニャンパラリーン。ニャンパラリーン。ありがとうございます。ありがとうございます。